ここにあるのはヤマハの UX10BL、 ここにあるのは UX の3なんですが、両方ともですね X 支柱と言われる、もう中古でしか手に入らない、ここに X になってるでしょ、向こうも X になってるでしょね、普通のピアノはああいうこういう背中なので、だいぶ凝った作りですよね。もう、中古でしか手に入りません。今はこの作りはしてないのでね、ヤマハの UX10BL という、まあ、ピカピカの綺麗なピアノですね。まだ完全に手を入れてませんので、これから手を入れていきますが、まあ、間違いのない1台ですよね。1型です、これはね。1型、2型、3型ってあるんですが、いい音してますよ。おぉ、ヤマハの音。ヤマハって音、本当によく伸びる、誰が弾いても綺麗に聞こえるという、それぐらいもうヤマハ完成された楽器ですよね。これはラバースコンチェルトというね、バッハというか、今作曲がかかりましたよね、あのメヌエット、あの有名なね、あれのあれを3拍子を4拍子に変えた、ポピュラーで歌に変えたものなんですが、これをちょっと弾きました。あの高音側のコロコロした綺麗な感じを聞かせるのには一番いい曲なんですよね。この X 支柱の1型、もう今中古でしか手に入らない X 支柱の1型、こういうのを探してるって方は UX1、 これ横浜に1台あります。 UX1 か UX10BL、 このあたりをね狙われたらいいかなと思いますね。関東方面の方は横浜の在庫の方をよかったら見てください。関西近辺の方はこちらでもいいと思いますよ。まあ、どちらも中身はほぼね変わらないんですが、ご希望の方はおっしゃってください。ヤマハの UX10BL のご紹介でした。あ、ちょっと待ってくださいね、これ玉眼になってた、これが普通ですね、でした。それでは失礼します、さよなら。